ザリオノンって言っちゃった。私物化してんの。ザリオン。ザリオンじゃない。ザリオンじゃない。何ザリオンって。ザリオン。なんか急にちょっとダサさが増したんだけど、ただでさえダサいのに。言うな言うな言うな。自分で言うな。自分で言うな。参りました。ミザオミザリオールの音楽堂 Z。 さあもう12月ですよ。今年も残りわずかということでね、今年の残りゲストも2組となってしまいました。じゃあその12月の最初のゲストを紹介したいと思います。中村ムクさんと、そしてお久しぶりのソーシャルデススタンスのユウさんです。よっ、噛まなかった。危なかった、危なかった、ね、危なかった、すごいね、力入ってた。トロギーに書いた方がいい。噛まない、噛まずに言えソーシャルデススタンス、え、自分が自分のバンド名を噛まないで言えるって、素晴らしい。履歴書に書ける、履歴書に書く、バイトの履歴書とか、ね、履歴書。まあそんな中で早速自己紹介、じゃあムクさんから。俺から、はい、俺から、はい、じゃあどうも、世界システムのギターとか、ソロでも活動してます中村ムクです。はい、よろしくお願いします。なんで緊張してる。ソーシャルデススタンスのボーカルのユウです。よろしくお願いします。お願いしますということです、はい、で、ユウさんお久しぶりということでね。そうですね、いつだっけ。2月で個展をする時の告知で。ああ、もうそんな前。そうです、特別出演ということで。あの後見た、あの反応、反応、まあいろいろ小池があったのがギリギリの線持ってきたねって、またちょうどその時期だったじゃないですか。あ、だから僕も反応が気になって、まあ、いろんなとこ検索したら、はい、あのタヌキの掲示板、おい、掲示板がありましてそこでね、もう見つけたんですよ、僕のあのミザオン出た時の感想を。そこで見たんだ。ツイッターとか周りの反響じゃなくて。そう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 、はい、ディープな方で。そしたらなんかね、まあいろいろなアドバイス的、アドバイスかな、あのなんか意見的なのがありまして、はい、真摯に、あのラピュータ知らないんならビジュアル系名乗るなみたいなこと言われてまして、だからあのラピュータ知っといた方がいいよとか言われてまして、なので、はい、あのあと、はい、ラピュータ買いました。しかもこれ最後に出したベストだよね、確か解散。あのラピュータにわかなんで、ベストから攻めようとか。そう、あ、これ解散した時の2000円。あの時書き込んだ人見てる？僕ラピュータ買ったよ。ね、ブレスとクラッシュボーイが好きです。あ、なるほどね。だから他にもおすすめの、バンドあったら、あのタヌキに書き込んでおいてください。いや、DM しろ、他にもあんだろ。YouTube のコメントでもなく。なく、他にもいろいろ。タヌキの読みに行くんで。いきなり突っ込んできたね、今日。初手の話じゃなくないこれ。ラピュータかっこよかったわ。よかった、買って。まあ、違う。金田一少年の、確かあの番組の、あの時の配信では、金田一少年の事件簿で、うん、ラピュータが使われたんだよねって言ったら、ユウさんが、俺あんまラピュータ知らないみたいな。あんまじゃなかったね、全然知らなかった。おー、言うな、全然。また。だから、買ったの、ベスト。知ったと。そうだね。だけど、マスカレードって曲、ギターがすげえかっこいいから。聞くわ。うん、そう。そういう話をしつつ、いきなりそこ？そうです。だって前回の流れで来たらそこしかない。そこしかない。他にもある。前回の時は小池さんのマスクしてたから、また小池さんのネタをそういうね、知事のやるのかなと思ったの。僕小池なんて一言も言ってないよ。某都知事って言ってる。もう勝手に小池。あ、いやいや、あのマスクをじゃあ誰だって。だから某都知事。某誰かは知らないけど。都知事は一人しかいねえ。県知事っつったら4人ね、あるけどさ。今日なんかそこら辺は濁して、もう某都知事。都知事は一人しかいない今。歴代の誰かかもしれない。歴代の。僕のお母さんと同じ名前の人。やめろ、だいぶ絞った。でも僕のお母さんが、あれならね、なんか、幸子かもしれない。全然。マリコかもしれない。マリコかもしれないし。子ってもうすでに実際の時点で、もう。ザリコかもしれない。誰やねん、ザリコ。ザリコ。会ってからのザリオが生まれた。ザリ兄弟じゃん。
え、今日そういう配信すんの？いや、なんか好きにどうぞ。まあ、で、好きにどうぞって言い方もあれなんですけれども、まあ、まだタヌキ見るから、おい、はい、見に行くぞ。まあ、そういう話、いつもどんな話してるの？音楽の話ですよ。そう、それも言われてたね。あ、そう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 、ガンダムの話、ガンダムの話ばっかしてんじゃねえよって。だから今日ガンダムの話禁止で。マジで NG トークで。じゃあ、ま、渡るは大丈夫？え、渡るは大丈夫？だから N、 多分そういうのじゃ、あのライカジソンなら音楽の話しろって。ああ、なるほどね。だからムクさん連れてきたんですね。音楽部門。あ、音楽部門。雑談部門。いい重いなお前。いい重。まあでも実はムクさんが今回来たのも実はちょっとゆかりがありまして。ゆかりがある。あの、ライカジソンで、現在発売中のビジュアル博士ノルさんのオムニバスアルバムがね、現在発売中でして、そちらに参加してるというのもありましてね、まあそういうので音楽的なのとかつながりがあって、あの音楽的なつながりね。音楽的な、うん、分かった分かった。なんか俺今自分で言ってなんかすぐそこなんか食い込んでくるかなと思ったから、ちょっとヒヤヒヤしながら言う。ちょっと何を言葉選ぶ。俺とノルさんがつながってる。違う、あ、タヌキで。そう、タヌキ。どういう性癖を考えてる。都内1時間するみたいな。で、ノルさん来た。今日ノルさん見てるからね、この番組。ノルさん見てる。やめろ、ノルさんでその話つながろうね。そんなわけあるか。あの、主にはまあ音楽ね、見てたりとかね、ファンだったりとかしたりして、まあ参加されてたりとかね、そういうご縁もあって、で、実は、まあうちの番組でもおなじみの同国の主催に、ね、出てたりとか、出てました、ね、あとその、まあ、収録日の前の時だったんですけど、あとアンクルクラバーとかね、よりたさんも前の週のゲストなのでされたりとか、まあ、いろいろ共演でご縁があったりとかして、で、この間ね、主催で俺が、まあ、物販のお手伝いをしてたんですよ。無償で。無償の愛。無償。まあ、それはキリスト。キリストじゃない。キリスト。あの、物販のキリスト。物販のキリストじゃない。とろまかしたの。おい、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 おい。成人だと思ってたのに、信じてたのに。道国も見てんねん。やめろ、ちょろまかし。道国さん、ダメですよ。ダメですよ。いつもゲストとか来てくれたりとか、まあ、うん、あの、してるからお手伝いしますよみたいな形で、前回は道国。見たもん、見たもん。うん、第一声、ちょろまかすなよって、でかい声で言ったから。まあ、それはだって、怪しかったから。怪しくないよ。胸ポケに入れただろ。入れるか。胸ポケに、なんかピーポくん入ってた、ね。ピーポくんのキーボード。じゃあ、楽屋泥棒、帽子ので置いとこうかな。何が？え、自分に対して、自分に対して罪を今しめだよ、ね、今しめ。俺にピーポくんが言うから悪いことできない。ちょろまかしたら捕まるぞっていう今しめってことを言う。常に心に。なんで取る前提になってんの俺が。すでにおかしいやん。こいつがないとやっちゃうんだよなそんな俺何をしてんだ二人は。俺のちょっと悪い方がモテると思う。ちょい悪ってそういうことなんだ。ちょろまかす。ちょろ悪い軽犯罪のちょい悪なんだ。ダセーよちょろ悪って。今回ってそんな流れで話してくんですか。音楽の話して音楽の話、まあ、音楽の話かこれは。全然してない。してないな。で、まあ、ちょっと話を戻すと、はい、どういった音楽、まあ、初めましての人もいると思うんでね。初めましてですね、はい、あのビジュアル系シンガーソングライターとして今活動してまして、うんうんうん、なんだろうね、あのロックとかテクノとか、まあ、平沢進が好きなんでそっち系の P な感じですね、はい、P な感じ、P モデルな感じ、レーザーハープとかね。そうだね。って、お、なんかもっその資料が、お、資料。すごいね。俺の代わりに用意してくれるっていうね、こういうね、レーザーハープ。レーザーハープ。はい。こうやってね、手かざすとね、手かざしてね、あのレーザーを区切ると音が出るっていう。それをやってる姿がある。これ持ってきてる割にはすぐ出ない。すぐ出ないね。ここら辺こそカットだね。これはじゃあ。そうだね。これがレーザーハープで。で、そのね、その手をかざすといろんな音の変化が出たりとかしてて、先ほども言った P モデルの平沢さんって、まあ、80年代かな。そうね、80、90年代のそういうテクノ的なのと、ちょっと最新鋭のね、またテルミンとは違うんだよね、あの音の出し方ってね。そうそうそう、もうレーザーだからね、うん、ピャーンってすごいのね。へぇ、ね、へぇ、へぇ、知ってるって。分かんない、分かんない。見に来て、てか見に来てたよ、この間。対バンして対バンしてる割にはそんなじっくり見たことないんですよ。ああ、なるほどね。ライブ以外の関わり合いしかないかも、うん、ね。
じゃあ関わっていこう。見るわ。見て。レーザーハープいいな。であとギターでね。ギターも入れたり。やってます。あれ動機も流してんのかな。動機も流して。動機流してあとはボーカルっていうか。あれかっこいい、かっこいいよね、あの。このヘッドセットマイク。そう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 。やろうよ。あなんか。実況者みたいな。実況者みたいな。ネットのね、なんか出てて朝倉大輔とかなんかもっといろいろそういうの出してくるかと思ったら、ゲーム実況、ゲーム実況みたいな。ゲーム実況。配信者のねあのやつね。ゲーム実況。興奮するとこうしちゃうやつ。こうして。やるけ。乗ってくるとやるけどさ。違うともっといろいろ表現があった。音楽的なところで言うと、まあ小室哲哉よりかどちらかといえば朝倉大輔で。対応してるかなってイメージ的にそうそうそうね。そんなってなんだ俺実況者だと思われてたの。違うわ。違うでしょ。ショックだな。まあこんな音楽をやられてると。でね、あとは、まあバンドの方でもってこと。そうそうそう。そっちもあります。そっちも紹介。すごい。今日はね、こんなね、鼻血出してたら人になってるけど。そうね、殴られてね、さっき。誰に？気合いだろ。YouTube 撮影なんだ。もう一個やってるなんだっけ、はい、世界システムっていう、うん、あの白塗りのテクノバンドで、うんうん、ギター弾いてます。こっちもレーザーハップついてる。そっちもレーザーハップやってる。バンドでもだからやってるってことですよね。そうはい、ムックさんの写真いっぱい持ってきたの。ありがたい。あ紹介する。そう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 。これがあの昔の中村屋ムック。そうそう、中村屋ムック。ちょっとこれ歌舞伎か。か中村屋ムック中村屋ムック花座右衛門みたいになってるちょっとちょっといろいろ C がつきそうな感じがするんだけど大丈夫。 C って何？あのコピーライトが。あウルトラ C。 違うオロナミンの方。違うあー C って調査いろいろあるじゃないですか。これ大丈夫？これはでもあれでしょ、石油はそっちでしょ。おめそういうこと。最終的にはマスカード教えたらいいやん。ちょっとこういうの来たんですけど。やっぱそれはみんなで笑おうじゃん。この連帯責任。連帯責任。みんなで笑おう。これを許した俺たちのミス。ああ、なるほどね。最終的に編集で使った。まあ、そう、今回。編集点なかった気がするんだよな。そう、今回どこをカットしてどうするかっていうのも、前晩からなんかちゃんと打ち合わせした方がいいのかなって振り。でもなんかガチガチに固めたら面白くないかなと思ったりとか。お二人のことだから。まあでも音楽的な話もしつつちょっと脱線するんだったらまあありかなぐらいの出だしからね。まあまあ音楽的な話しよう。戻すね。そっから自分から戻す。自分から脱線するのに観念したかなついに。さあで、前回まあどういう音楽かとかソシャデスね、略してソシャデスのお話とかしてるんですけど、はいはい、ライブで毎回あれやってるじゃないですか。何？噛んだらダメみたいな。ああれもう滑舌がねすごい、なんでこんな悪いかわかんない。自分でここが差し歯だからかな。いやそういうことじゃないと思うね。差し歯だからじゃないね。あとあれ今んとこ勝率的にはどうなん、あの毎回ライブでその MC 噛んだらソシャレスの MC は、うん、あの噛んだら終了のスタイル、うん、だからどんなにあの喋りたいことが例えば次のライブの告知とか、うん、新しい物販出したよとかがあっても、うん、噛んだ時点で即終了な。ブブーってね。そうそう、あのギターの要が丸×の判定を持って、うん、噛んだと思ったらブブーって押すんだけど、そしたらもう終わり。全部言えたことってありますか？まずバンド名が言えないんだよ。自分のバンド名だから MC 入るじゃん、はい、でこんばんはソーシャルディスタンスですって言ってもうそれで終わり。え、言いたいことも言いたいことも言えない、ね、足つくやつ。言いたいことも言えないこんな世の中じゃ。まあここまでは大丈夫。その先言ったらちょっとアウトやけど。毒薬。毒薬。日本語にしただけや。だからそれで、うん、大体、うん、MC の時間を1分設けたとしてたら、うん、まあ12秒ぐらい。で全部言えたことはないですね。勝率ゼロ。大体その判定表も作ってんだけど、うんうん、丸×でほとんど×なんで、すがすがしいすごいね。あの国会議員だったらもう更迭ですよ。本当に特訓の会がないね。そうだから、そうだからなんだろうね、なんだろう、改善していく、噛まないように、うんうん、そういう早口言葉の歌もあるんだけど、うん、
なんか噛むよね。噛むね。でも早口言葉のあの歌あるじゃないですか。スラスラ歌えてるじゃん。でも音源でも再現できないっていうか、音源でも何ていうの、うん、言えてないやつあるから、いやこれ一生言えねえやって言ってレコーディングの時、うん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 、あ、噛んだと思ったけどそれが採用された。あの、あるんですよ、ソシャレスのね曲で、はい、その早口言葉を全部言ってくみたいなね、ドリフターズみたいだな。あと、あれやったことあります？あの、これ、はい、自分俳優のまだまだ何言ってこれから言うんだ、はい、あの、ウイロウリっていうのがわかんない。ウイロウリって江戸時代のこの歌舞伎の歌い文句でウイロウを売ってる人の言葉文句っていう、そのウイロウリのセリフがあるんですよ、うん、それをあの俳優さんとかお笑い芸人さんとか、ちょっとやってみてよ。俺も多分噛む。まあまあ、触りだけ言うと、拙者親方と申すはお立ち会いのうちにご存知のお方もござりましょうが、お江戸を立って二十里上方、曹州小田原、曹操のっていうところまで行くと、全部言うと長いから、まあここら辺であるんだけど、そういうのあるんですよ、スラスラ言える。言えてたよ、言えちゃってた。でもそこ途中で、あの隣の客はみたいなのがどんどん入ってくるの、あのいろいろその小田原行ったりとかして、こういうの売ってますよってなんか言うくだりが、もう言えない。俺もそれを、その俺が昔いた劇団の時は縄跳びをステップを踏みながらやると2つのことが同時にできるってどっちもできなくなっちゃって、俺芝居が難しそうだね、うん、まあそういうのをやってて、今度じゃあウイロウリ教えます。いい、俺もいや滑舌よくしたいって言ってこの遮断の仕方だけど、そういうのは違う、ね、あ、ありがとうありがとう。まあでもそういうのはある。口だけだ。うわ、つらい。まあでもそういう曲があったり、でもあのソシャデスの中でもそういう、何ですか、ちょっと皮肉った曲っていうか、はい、そういうもじった曲もあるんだけど、俺実は1曲だけすげえ好きな曲があって、1週間の歌っていうかあるじゃないですか。1週間の歌、1週間をあの歌った歌、月曜日、あ、あるね、あれ好きなんですよ。あれたま、あんまりライブでやらないね。なんでだろう。なんでだろう。いや、なんかすごい、なんだろう、グッてくるっていうか、なんかその1週間ね、あの飯食ったとかそういう感じでサイゼ行ったじゃないですか、そんな感じですよね。あれサイゼで喜ぶ女の人のこととかっていうやつでしょ。そう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 。で実際そういう感じなんだけど、さりげなくそのなんだ、日常や恋愛模様とか、 あれただあの、はい、なんかまとめサイトに載ってる事件羅列しただけだよ。そういうの言わないでくれないかな。でもそれで、うん、何そのザリオがそういう風に受け取ってくれたのは嬉しいよ。なんか予想外の嬉しさが、いい話、恋愛感情を受け取ってくれたんでしょ。恋愛感情受け取ってくれた、繋がろうとして違う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 、そういうんじゃない。日常とかそういう恋愛とかのそういう心情とかを歌った曲に対して、ね、多分ね、聞いたのチョップかホリデーかどっちかなんだけど、あで聞いた時になんかすげえ、なんだになんか特別な感情とかそういうんじゃなくて、曲を素直に、あ、これいいなって思えた曲が、そのあれタイトルはあれなんだっけ、自分のや。知らないよ。俺も知らないぞ。あれタイトルクソダサくしたんだよ確か。うんうんうん。タヌキに教えてもらう。僕たちのワンウィークっていう、なんかその、うんうんうん、あそれはすごい、なんか恥ずか言って恥ずかしいタイトルにしようっつって、うん、そうなった、うん、なるほどね。結果忘れた。あんまやってないかな。あんまやってない。すぎて。あんまやってないね。早口言葉な、わりかし定番だけど。早口言葉だから練習しないと、うん、そのウイロウリー俺を。俺を俺を。俺を俺。ウイロウリー俺。俺やる。なんだっけ。ウイロウリ。ウイロウリをみたいな感じだよね。うん、その継続は力なり。うん、なんかそういうの。全然力になってない。自分で。縄跳びしながら。縄跳びしながらやろうか今度。かもう。でもそうすると。めちゃめちゃ大変だけどね、まずそのステップ、ほらあの普通の縄跳び飛ぶんじゃなくてステップを踏みながらのそのやってみて。なんで縄跳びな、エアでエアでエアでやんないです。やんないやんない。まあそんな、まあやりつつもちょっと、はい、まあ次のお話をちょっとしていきたいなと思います。何の怖い、ずっとこれじゃない。違いますよ、そんな怖い。で、いろいろライブ活動されてて、で、はい、まあちょっと近々のキンキンのライブのお話をしたいなと思いまして、はいはいはい、それがあるということをちょっと行きたいなと思いまして、12月早速一発目決まってるということで、それのお話もちょっと伺いたいな。はい、ホリデー新宿ですよね。全部行っちゃうんだ。行ってくれるんだな。ネタバレよ。いやいや、ホリデー新宿であります、ね、そう、そのお話を。
ドラえもん。12月5日、ホリデー新宿で、S ロック撲滅ギグっていう、はい、アンチフェミニズムとか、デッドポップスターズのケンジさんと、うん、毎回やってる、毎回というか、まあ、定期的にやってるイベントに、をやります。12月5日は月曜か、月曜、月曜日だね。ちょうどだからこの配信日の2日後になりますね。キンキンキンだね、本当にキンキンキンだよね。しかもこの日のソシャデスは、うん、ムクさんが、サポートギターをやっております。はい、来てね。そうなんです。下手側でね。下手ない。え、決まってない。え、上手になるの。そこは要素だね、要と要素、まあまあ、センターかもしれない。体重の比率で分けるかもしれない。傾いちゃうから、傾いちゃうから、森田のステージがなんか、両隣結構重いから。いや、そういうこと言う。俺は何も言ってないですからね。私は何も言ってないですよ。私は何も言ってないですよ。俺は逆しちゃうから。先に言っときますよ、俺が怒られなくないから。これ使ったってことは許してるってこと、ね、いやいやいや、流れてるってことはそういうことなんで。そういうことじゃないです。割とだね。割と比較的、比較的、まあ、まあ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 、すごいやんわり言ってるけど同じですかね、内容は。重めな感じだから。馬体みたいに。まあ、はい。で、対バンがソシャデス、アンチフェミニズムとソシャデスと、マッドナイト、はい、ロボガエル。はい、マッドナイトは、あれですよね、俺多分対バンします、来年。どこで？ナルシス。おー、おはるさんのイベントで、対バンします、実はね。まあ、で、アンチのベースはご存知。あ、出てたね、リーヤさん。リーヤさん、この番組お越しいただいて、まあ、バサラのリーヤさんがね、弾いてくれるってね。豪華。そして、ソシャデスのこの日のメンバーは、かなめさん。そして、ベースは、たまちゃん。はい、ウロンハイ大好き。ウロンハイ大好き。ウロンハイ大好き、たまちゃん。この番組も出てたもんね。そう、この番組で。で、ドラムは、この人は、はじめさんですね。ヘクスボイドの、はじめさんが叩いてくれると。ということで、この5人で2日後です。2日後。この収録日は、収録日はまだ11月のね、だから実感が湧かないですが、2日後です。まあ、この配信見てる最中、やべえ、俺多分、こんなすっごい追い込まれてるだろう、ね、多分、見てる場合じゃない。見てる場合じゃなく、あ、3日の配信だもんね。3日ムクさん3日ライブなんだ。3日ちょうどライブやってます。8時配信だから多分誰も見れないじゃない、この告知のリツイートすら間に合わない。それは見れるの？あ、わかんない。俺もなんでよ、なんでよ、なんでよ。3日、まあ3日大丈夫だと思う。大丈夫ですよ。あれ、3日だから、だってほら俺会場いるもん。でもタヌキに書き込む人は、おわぁ、ね、そういうのさ、ほら3日だって俺、ほら翼のでしょ、あのイベント。そうだ、だってあれウサギも出るじゃん。あ、はいはいはい、あ、じゃあいいよ。あのだから俺もショップの階段でリツイートしないといけないんだよね。みんないるのね。うん、そう、その日の、まあ、みんな忙しい中、配信がね、スタートして。そう、俺だから8時際になったらどのバンドの演奏かわからんけど、急にチョップの階段上がって電波届かないからリツイートしてるっていうね。誰が出てる時間でしょうか。食台あたりかな。ごめん、お楽しみ。かげろさん、ごめん。先言っとこ、ステージ全部見れなかった。あ、でも2日後ですが、来てくれたらすごい嬉しいです。はい、多分まだ手はつけてないけど、うんうん、いろんな、アンチフェミニズムとのコラボのグッズを作ってると思います。マジ楽しみ。ケンジさんと何作るのかな。お、何作る。ケンジさんといえば、あの個展もね、そう今年のスターカフェで、スターカフェで2月に2日間にわたってやりましたね。行かせていただきました。ありがとうございます。はい、時間がなくてさっさと帰ってしまって申し訳ないけど、あ、お金落としてくれれば大丈夫。おー、そういうことです。さっきはそういう話しかしてないんでけど、あの、性格がにじみ出ますよね、この配信って。この配信だからこの性格がにじみ出る。丸裸にされてね。別に普段からだと思うんですけど。普段からそうです。そうですね。普段から何？ LINE の返信とか、なんか丁寧でしょ。いや嘘やろ。いやあの、じゃあ言わせてもらうよ。じゃあ、ザリオさ、あの、男性ゲストと女性ゲストの時の顔違うよ。だから、リーヤさんも言ってたから。証拠ある。証拠あるから。例えば、これが、男性ゲストの場合です。あ、これ、タカシの。男性ゲストのザリオ。これがタカシの。ノーマルタンタイプ。の。で、
女性ゲストの時のザリオがこうです。鼻の下伸びてますよね。伸び伸びの加工してるし、すげえ俺。これまたはるかさん。こっちが男性ゲストのザリオ。こっち女性ゲストの時のザリオ。加工。見てください。この顔違う。猪木みたいになってるから、ずっと YouTube だからね、あの誇張してる部分もあるかもしれないけど、ね、だいたい、だいたい合ってる再現です。でも、本当に先輩には言えたでしょ、本当にこうだったよ。いや、こんなには伸びてないよ。あと、まあ配信何個か見てるけど、いつも2倍速で見てるから、2倍速、ちゃんと通常で見て、今日のザリを喋んの遅っって思ってちゃちゃ通常あのなんかいつももっとチャカチャカ動いてるの俺の俺の YouTube で、倍速で見てるからでしょ。音もチャカチャカ動いてる、チャカチャカ喋ってるんだけど、今日遅っ止まって見える。自分もそうだからね、今日見たら遅くね俺ってなるからね。それブーメランって言うんだからね、自分に返ってくる。でもこれが真実です。これが真実、真実です、はい、ダリオの真実、はい、ここ絶対カットしないで、使ってもらって、これ使っ、これカットされてた、本当もうツイートにあげる、タヌキに書くわ、やめろだから。その単語を この番組でその単語を連呼すな。ポンポコに書くわ。だから同じだっつうの、もう手遅れだよ、最初からもうそんなことばっか言って。あんた、だから僕言ったじゃん、はい、いろ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 仕込んでくるから、うん、よろしくね。まあ言ったけど、わかりましたって来たよ。わかりましたけど、じゃあ OK なんだな。俺は違う。これここまではまだ100歩譲って、このそっちの方が、中村ムックムックね、中村ムックとかけてちょっと似てるけど名前がね。ムック。もうびっくりした、あの、まあそれもびっくりしたけど、これは確かにちょっと。それと思ってたでしょ自分でも。いや俺そこまでは思ってなかったよ。今日だって鼻の下の、ね、ノーマル単体だ。こっちノーマル単。まあノーマルですね。得意技捨て身タックルみたいな。だからまだそういう分かりづらいことをさ、でもまあ全然確かに鼻の下の、まあ本当に言われた先輩なんか生き生きしてるって、アイドルの、そう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 、女性ゲストの時はすごい生き生きしてる。目がね輝いてる。今日よどんでんな。今日のザリはちょっとよどんでる。まあ俺らがね、しょうがないね、男性だから。だからこれ言うてね、来てるや、あの話題の。だからこの僕結構、まあ、たまにというか助走する時があるんですけど、でも毎回言うちゃいいって、やっぱつながろうとしてるじゃん。だからやっぱりつながりを求めてる。まあよくないな、こっち側のこの違う、こっち側になったりするんですけど、フェザリをね、はい、なんで怖いんだけど。怖い。身の危険を感じるじゃない。なんで身の…じゃあ、でもマジな話すると、顔立ちがその、はい、なんだろう、タイプ、タイプ、あ、そういう感じの…恋愛感情、恋愛感情、恋愛感情、違う違う、性欲に響く。大丈夫、大丈夫、他に響く、なんか LGBTEFG みたいな、違う違う違う、なんか続いてんな。配慮するから、配慮してる、そういうね、否定はしない、あっても全然大丈夫だけど、じゃあ、あのね、でもね、マジな話すると、ザリはちょっとね、うるさいな、ね、じゃあ、マジな話をすると、はい、足綺麗なんだよね、これ怖いんだけど、本当に。じゃあ、じゃあ、じゃあ、帰ろうか、何やろか、マジで帰る。いや、違う、それが、分かった、足綺麗なの、ありがとう、うん、それ見て、何を思うの。あ、可愛いなって。それは別に、そういう変な意味じゃなくて、あのティッシュ持ってこようかな。何やろ。鼻の下伸びてる。いや伸びてない、伸びてない、伸びてる、伸びてる、ちょっとそれぐらいになってる。あれぐらいで、なんかフェアリータイプだよ。だからそれ言って若い人いるの、さっきノーマルタイプ、フェアリータイプ言って。だからあれでしょ、バイオレットスカーレットが盛り上がってますね。バイオレットスカーレット、なんかバンドみたいに言い方になってるけど。あれですよ、そうなんだ。まあそういうの、だから会いたいんだ。あ、ゆうちゃん、あーでも普通に可愛らしいよねっていうのは、それは言ってるだけです。まあ別にそれ繋がろうとかそういうのはないですよ。別にないです。やりもくじゃないの。おーおーおー。体目当てじゃない。違う。別に、あの、偶像ですよ。偶像、あくまで。愛情的なところのいいよねっていう話をしてただけであって、別にそれでどうこうっていうのはないですよ。あんなに伸びてないですよ。でもちょっとは想像した。何を言ってるんですか。そういうワンチャンあるんだって。何を言って。でもそれ言ったら、あの時なんか、ちょっと肌の露出が激しかった時、
普段リップしないバンドマンもたくさんいたっていうのは俺はチェックしてます。怖いんだけど、本当にライバルって思ってる。ライバル俺のって思ってるから。違う、お前のリップすんな。違う、そういう人もいたよねって話をしてるんですよ。何人のリップランチェックしてるんですか。目に入るじゃん、別に俺なりしないよね。この MC やばいよ。いやどんな話や。ちょっと目に入っただけ。決してそれを全部スクロールして見てるわけではないです。たまたま目に入ったら、あれこの人普段そんなリップ普段してないのに。誰言うけるか。ピーこれピーえ、あ、それは NG NG しとこう。見りゃ分かるけど、一目瞭然で見りゃ分かる。見りゃ分かる。じゃあ見よう。まあそんな話はさ、まあ、あの12月5日ね、まずちょっと話を。そうだね、まあ、戻して音楽の話。すげえ戻った。戻して音楽の話。音楽の話。まあ12月5日あ、そうだそうだ、エセロック撲滅牛ホリデー新宿で、やります。はい、ありがとうございます。ということですね。さあ、まあじゃあということで、ちょっと来週またね、ちょっといろいろお話を伺いたいと思うんですよ。来週はちょっととある人物のお話をちょっとしないとなっていうのがね、いろいろあるんで。言うてな。違うよ。まだやん。違うよ。まだやん。違うわ。あのもう一人いるんで、うん、ちょっと来週は。もう一人でも似たようなの連れてきてるから、ちょっとだけ出していい。あ、今出す。もう一人。まあ、全然はい。今日連れてきてるんですね。そう。ちょっと顔色悪いかもしれないね。これでしょ。はい。独自の。ちゃんと YouTube に配慮した。エガちゃんみたいな。あふれ出す2時50分。あたおかっつって、あたかのおめら。そうだね、12月はね、その僕とムクさんがなんかいろいろやらかす、うん、ライブがもう一本あるからね、はい、それをちょっと来週お話しますので、お楽しみに。